はい、ミスターミさん、どうもこんにちは。今回は2つ動画を送っていただきましたので、2つ動画をお返ししたいと思うんですよ。もう1個の方なんですけども、ミスターミさんが動画のトレーニングをしているのはもう十分わかるんですけども、トレーニングは動画に撮る時だけじゃないと思うんですよね。いろんなメニューがあって、その一部を動画で、レッスンしてくださってると思うんですよ。ですからそのメニューの方をね、紹介していただいたんですけども、やっぱりね、なんかこう、プログラムがあったりとかメニューがあったりしますよね、トレーニングには。で、ぶっちゃけそのやらない人がもあると思うんですよ。その筋トレっていうのは超回復っていうかね、休ませる日がないとなかなか発達しないということなんで、あまり根詰めてやると逆効果だとも聞くんですよね。で、今回はね、私からちょっとミスタイムさんにお聞きしたい、またご質問なんですけども、そのお休みの休むのも筋トレのうちだと思うんですけども、筋トレをやらない日って設けないとなかなか効果が上がらないと思うんですよね。私が聞いたのは週に2回ぐらい徹底的に追い込むといいなみたいな感じだったんで、毎日やるのだけがいいんじゃないよみたいなことを言われましたね。その上でトレーナーさんと自分のいいペースを作っていくんだよってことをね、パーソナルトレーナーをつけてた時に聞いたことがあるんで、あ、そんなもんなのかなと思ったんですけどね。まあこれもいろんな考え方があると思うんで、何かね、トレーニングと休憩のペース、超回復のペースにミスター M さんなりのなんか考えがあったら、また意見交換させてください、参考にさせていただきます。それではよろしくお願いします。もうすぐ100回っていうか、もう行ったんですかね。この動画の返信してる頃はもう行ってますよね。おめでとうございます。